でステージはデュエルフィールド固定に多分なってるはずなんで、そのまま始めちゃってください。さあ、銅板ですね。ワンピー側が、まあ、元狭間使いでもあるマッチの前、ツーピー側がジョウスケさんの狭間。さあ、元狭間使いだけあって、まあ、狭間戦はもちろん分かってはいると思うんですけども、今回の狭間はかなり動きにバリエーションがあるんで、初見の人だとね、どうあるかというところですね。まあ、ウロボロス、空中ウロボロスが強くなっただけでだいぶ動きに、まあ、個性というか自由度が出た感じですね。噛む距離が変わるだけでこんな変わるのでみたいな。さあ、まずは狭間がリードしている。熱戦が飛び越えて中央。さあ、ジャメージンで、ウロボロスの発生を、軌道を読ませませんね。これこれ、大したダメージじゃないにしても、いかがなところで、やっぱジャメージでダウンを取れるのは非常にでかい。あそこで高さ確認して空港行けっていうのはなかなか酷なもんがありますけど、まあ、それもできるとなおよしですよね。さあ、しかし下段、これは見えない、バスト。まあ、しかし、ダンクで D 派生ジャンビーをお股の下からダンクを、突き刺していきました。陰謀研修したのは前。この辺はまあ狭間使いなだけあって、なんとなくね、やってくる発生は分かるような感じはしなくもないですが、これですね、今の前の中央の姫入りのヒット時の空中ヒット時の挙動がこのキャラ一番の強化点だったという。中央コンがね、前までは減らなかった、あんまり減らなかったというか、特定のルートじゃないとダメだったんですけど、何引っ掛けても姫よりの浮きで高いダメージが取れるようになりました。前、その代わりオーディンコーンは弱くなっている。緑列戦はガード、合唱客もガード。さあ、それやられると非常に困る狭間使い。これはちょっと高いの焦りましたね。カウンターだったんで引きつけても良かった感じはするんですけど、ダメージ自動化当てだが、コンボいけない。あーっと、裏に回ると思ったら表でしたね。勝利したのは町の舞、2回戦進出です。はい、1回戦をどんどん進めていく感じになります。次、なめこさんのバング対エールさんのプラチナ。さあ、ワンピー側はエルプラチナ、ツーピー側はナメコバングとなります。どちらも普段5位にはあんまりいないキャラということですが、どうでしょうか。いや、プラチナやってるな。1800戦、かなりのやり込み。特に今回のプラチナはね、非常に評価が高いというか、強いと言われていますので、まあ、やっぱ強いバージョンをやり込んでなんぼっていうのは、つい最近の流星のね、インタビューもありましたけど、キャラが強いんだったら言い訳聞かないし、やり込むしかないでしょみたいな、いうところあると思います。さあ、そしてバングはこの前フックーさんが、東進対予選ゴイチャリの代表として出ましたんで、最近あとちょっと見覚えがあるんですけど、このキャラ。ああ、押せ押せだ。ナメコバングがまずはパーフェクトで一本選手。まあ、大会だと本当にバングはね、勢いありますよね。ほんとに、これはちょっと
ゾリ乗りすぎたか、風投げに泡が当たる、切れ替えてスワロームーンさんの毛玉がどう、しかしオートバシ受け身に、カウンターしてないんで、コンボは難しかったんですけども、隙を生じる二段構えでプレゼントを放出、まあ、こうなるとバングは動き回れないんで、結構強化プレゼントはバングには機能しますね。さあ投げ、これは見えない、プラチナがあっという間に取り返してファイナルラウンド、いいですよ、お互い得意な感じになればといった感じですが、今のジャンプにしゃがみくらいはちょっともったいなかった感じありますが、ここは空対空しっかりアドリブしていくが高い、あっとさっき見たのこれ、この流れ先ほど同じ、ないこともらってないものの端のプラチナ、その分にジャンへ崩れたところにバースト、リクギからさあーまたそれでギガのバックスライディング潰していくわ、ここまで込んで、込みでプラチナ本体が殴ってくる、危ない、すごいところに立ち絵が当たる、まだ大丈夫だがこの後の置き攻めをしのげるか、移動機上がりキャラ隊見せるが、いやあ、しかしキュアボットが出ないっぽいジャンニシーが見えた、さあここでエスカリボルグですかみたいな、怖い、うわちょっと待ったんですが、バットがドガンいって、勝利したのはエルプラチナ2回戦進出です。さあ今日最高段位同士か、すごく筆頭同士ですね、さあ同段戦にもなります。さあ今作の狭間はかなりやってますね、630戦ということで、前作はちょっとね、狭間はキャラパワーがみたいなところもあってあんまりやり込んでない、過去狭間使いでやり込んだ人たちもあんまりコスプレが上がらない感じでしたが、今作は先ほども言いましたけど、この空中ロボロスの強化がかなりでかい、狭間使いが伸び伸びしてる感じがね、画面からも伝わってきますが、さあテイガー、ここは我慢のターンですね、投げはしっかり抜けて、しかし6ページェイク補填陣、さあいつものあれで佐々木投げから寄ってくる、さあこの辺は魔王は昔からお得意ですね、ダウンを取らずに、さあ怒りのスパークボールと L4200 ガジェからどうする、ガジェ OD 読み合いはスパークボールとガード、ラピキャンもガードしてカタパルトはあれだがジャイク出ない、ジャンニシー、さあちょっとうさくさいですけど、ハタマがまずは1本選手、さあしっかりガードを固めているが、タッチで、あっとここで緑レッセンガが来る、入れ替えからじゃあこうまで決めて、ああカタパルトは
シー派生でかわしながらのジャンギシさあここ距離が近い立ち入れで暴れてでねバリ直で引き離していくさあ首狩りしかもバーストはラピキャンさあこの辺は昔と変わらないですね冴えておりました魔王狭間が2回戦進出ですさあ1回戦も残り半分となりますね折り返し地点でございますここはゴイゼ同士の対決 1P がアトライチ 2P が麦田岡かですThe Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action! イチ これね、タオカカの通常技はいまいちどれがどれだか自信持てないんですよあ、そうおう 4D キャッポでバウンドします手段、あ、そうさあ、4D は飛び越えるが隙があんまりないさあ、表裏が激しい動けない動いたけど立ち入れのところを知ったから逃げて潜ってエキサエッジまで綺麗に決める一本先取したのはタオカかさあこの開幕ダンシングエッジに引っかかると結構痛いですね完全オーバーからダウン組み合いから 6B あーっと難しい3段目が引っかかったこれも結構痛いですね2900そして 2A が長いこのキャラさあライチ苦しいあここで手足ジャンシーが当たって補正も切る必殺の 4D ですねゴイゼイにはよく通るさあお互い何かいかがったら危ないぞという状況だがどうだコモ見せている打点が足りなかったですかね2A からここはミスらないしっかりコンボ完走しまして麦田岡が2回戦進出ですおめでとうございます